安心するんや。めっちゃ眠たくなるんや。そして安心ホルモンみたいなあるらしい。人は動物を求めてるんだ。安心ホルモン、なんて言うんだっけ、なんとかホルモンみたいなのが分泌されるらしい。うん、うんうんうん、おにゃかしゃいたらすぐ食べて、それでいいよ。みんなはっていうか明日はあれなんですよ、シーシュピカのイベント。お船楽しみだね。最近夕飯この時間夜食に食べたらよくないんだよ。でも夜お食しか食べれないならしょうがない。体に優しいの食べてね。でも重たいもの食べたらダメだよ。そうそう、体をいたわれ。浄水とかね。あったかいもの食べなさい。マッサージに手を出そうか迷う。マッサージはいいぞ。だが闇闇っていうか深いぞ。ハマってしまったらその溝は、はあ、行きたい。もう怒っている、私の体はっていう状態になる。っていうかヒナはめちゃめちゃ凝りやすいから定期的に来いと言われている。行きたいんですけど、こちらもなかなか行けないんですね。今日好きやで鬼滅のキャンペーン食べた。いいなー、なっちゃんも食べたい。おいちじょ、ダメだ、お腹空いてるからダメだ。ご飯の話から離れないとグーってお腹鳴る。グー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 って、すでにひなちゃん沼にハマってますからな。じゃあ他のものにはまらない。本当にその自信はあるのかい。今日誕生日だったのにモンブラン食べました。おいうち限られた。いやでも誕生日の日ぐらいはね、何食べてもいいと思ってる日だもん。もうたとえ何を食べたとしてもそれは誕生日だから0キロカロリーだと思っております。だってさ誕生日なんだよ、自分が生まれた日だよ。この世に1年間自分頑張ったわと思って、さすがに食べまくる。19年間頑張ったわっていう、さすがに食べまくるよな。みんなな、誕生日の日はな、みんなが何歳かちょっと分からんけどな、みんなの年齢、みんなの年齢なんかこう大体何ぐらいかなみたいなのさ分かる人はいるけど、なかなか分からん。うん、2月21日たくさん食べてね。たくさん食べるよ、だって誕生日だもの。な19歳でちょ、マギかー、19歳かー、まあまあ同い年ぐらいか。の17歳でしょ。おいおい、かわいこぶっとるな。絶対にそれ嘘だ。さすがにかわいこぶってるだろ。
17歳はよ、わかるよ。うん、マギかん、最強ツインテール見てきました。かわいいよね。しかもあの MV めっちゃ楽しかった。ツインテールで近距ポニーテールをこうやったらツインテールになるかと思ったけど、ツインテールできまちゃんポニーテールを必死にツインテールにした。かわいい、できてた、似合うみんな何でも可愛いとか似合うって言うから、ありがとうだけども、声聞いてたら眠くなってきたしやーしやーじゃないでしょ。まあいいよ、寝ても、うん、やること終わってるならいいよ。うん、甘やかしたい、甘やかして、いっぱい甘やかしてくださいちゃん今度子守歌配信やって、ねんねんころりよって歌う妹ピオにね歌ってたからね、得意だよ。読み聞かせ絵本とかも妹ピオに読んでたから得意だよひなちゃん、ひなちゃん赤ちゃん大好きなんだよ。赤ピオンが大好きなんだよ。そうだからね、得意だよ寝かすのそう、バクひなちゃんの声聞くとテンション上がって目が覚める。珍しい、なんかよく眠くなるって言われるか。テンション上がる、今もぶち上がってるそう、優しいお姉さんなけん、優しいお姉ちゃんだよ、いなちゃんは。眠りなーってこうやってこうやって揺らしてた、歌いながらそう、うん、お眠り M になっちゃう、M になっちゃうよ。鬼滅の刃。うん。ねえ。催眠術の先生レベル。ほんまかいな、こいってチクトクチクトク出る。あなたはだんだん眠くなる。催眠術かけようか。ひなちゃんの刃、ひなちゃん刃ないや。あら、ここでしょ刃ってないや、普通普通普通は刃はないよ。刃欲しかった、こっちの方が刃って、こっちじゃないか、こっち剣士みたいな犬馬みたいなやつだっけ。うんうん、ここが刃って、こっち犬か普通馬普通はなんか面白い。うんうんうん、糸切り歯、糸切り歯っていうのかな、
グッて糸切るってこと？面白い。初めて知ったお。おやすやつはまだ生えてないんで、いつか生えるかな。乳歯はないわ、さすがに。アンプも大事ですよ。あ、今日もね、でもね、ちょっとあっという間に終わっていこうかなと思ってて、まあなぜならね、ちょっと明日もすぐ早いしね。まあみんなもそうだけどみんなも七並べ結構やってくれてるよね。6時半から7時半までありがとね。みんなも早いだろうからちょっと早く終わるよ。今日のこの配信を見ながらもう寝ててもいいぐらいだよ。うん、また朝会えるからね。サメの歯とかめっちゃあるよねそのコメントちょっと面白いな。人間とサメを比べるなそりゃあるわ。クジラの歯とかどうなっとるんや。いっぱいあるだろうがそう、ではでは、寝るの返信書いたらすぐに寝るぞ。寝るんだよみんな、早く、みんなも早く寝て早く起きるよ。明日お仕事もあるし。それではランキング読んでいきます。13位ザッキーさん、明日イベントで、グイベントで会いましょう。朝もシナーベできるかな、会えたらいいね。朝も12位ズさん、お腹すいたひなちゃんも好きな、そペコペコだよ。ここに来るコンペイトでも食べとくコンペイト自分で言うといてツボにはまるときたまにあるね。ジュッチーセットキョタロウさん、皆さん毎日頑張ってる、すごい、そう頑張ってるよ。毎日ショールームも七並べもやっとるがなSNS も毎日やっとるがな、褒めてくれ。注意レイブンさん、大好きラブラブナソン、みんなも大好きラブラブナソン。9位キングシリークさん、キングシリークさんのことが好きなソン、おめでとう。8位アマスさん、かわいいウシャギちゃんのアイコン、アマさんのことが好きなソン、おめでとう。7位なめなめ所長さん、なめなめ所長さんのことが好きだそう。そして6位長崎県民さん、長崎県民さんのことが好きだそう。そして5位ケインチさん、今日もお疲れ様でした、いなちゃんいつも偉い偉い、うん、ケインチさんもいつも偉い偉いだよ4位はなちゃん、大好きだそう、うん、ちょちょちょ。3位が早ほくさん、北海道ツアーのりく、あ名前か、ごめんごめんごめん、北海道ツアーのりりくさんの、横にいるはずでしたということでね、本当に聞いてたよそれね。またでもいつでもね、あ、今なり行けそうだ、今なりひのチャンネルに行けそうだっていう時は必ず会いに来てください。待ってます。におばちゃん、今日も大好き、お愛をありがとう、ひなも大好きなそ。そして1位がドゥルルルパパーン、ヒロあと北海道さんです。ヒロさんのことが好きな人、愛がでっかいどう愛がでっかいどうということで、はい、皆さんパチパチもたくさん
ありがとうございます。今日もね、配信ね、見てくれてありがとうございました。このやばい、眠たいのかな。コメントとスペシャルギフトもね、今日もありがとうございました。謝ってない方ごめんなさい。でも次の配信で謝れるかもしれませんので、まだフォローしてないよっていう方はぜひぜひここにあるハートのボタンを押してフォローして、次の配信もまた会いに来てください。そしてツイッター、インスタグラムも毎日投稿しておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。そして TikTok もね、そうそう投稿したいんですけど、なんかもうバタ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 してるんですよ。もう毎日朝6時半から7時半までしならばより、お昼から夕方とか夜までお仕事をし、そしてショールームをして終わる。もう一日があっという間でできませんまあですが、きっとねいつか投稿されるのではい、 TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。はい、そう、そしてで、なんかあるかな、もうないかな。じゃあね、本当にね、明日もね、なんかイベントがそうあるんですけど、それにね参加される方もよろしくお願いいたします。参加されない方もね、またショールームとか SNS でね顔を出しておりますので、はい、また会いましょうまた明日会いましょう。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また明日朝の6時半から7時半までね、7並べやってるので、まずはそこで会いましょう。おやすみ。